2008年鉄道の引き年、JR 全線乗り放題切符鉄道の引き年、JR 全線乗り放題切符は、1996年から2011年まで発売されていた、JR 旅客鉄道会社の普通列車及び、JR 西日本宮島フェリーの宮島連絡線が1日乗り放題となる、期間限定の特別企画乗車券である。本では、 以下の類似商品についても記述する。日本初の鉄道である新橋横浜間が開通した1872年10月14日を記念し10月14日が鉄道の日とされたことにちなみ JR が発売していた特別企画乗車券である。1996年から2011年まで発売されていた。基本的な使用方法は 青春18切符と変わらないので、本校では主に青春18切符との相違点のみを記す。青春18切符と同一の内容については、青春18切符概要を参照のこと。秋の乗り放題パス JR 発足25周年を機に、それまで毎年10月に発売していた鉄道の引き年、JR 全線乗り放題切符に変わり、 2012年10月に発売を開始した特別企画乗車券である。利用できる列車、路線の範囲は、青春18切符や、鉄道の引き年、JR 全線乗り放題切符と変わらないが、鉄道の引き年、JR 全線乗り放題切符に比べ、発売額が大人7500円、子供3750円に値下げされた。一方、鉄道の引き年、 JR 全線乗り放題切符では1枚の切符で有効期間のうち3回利用可能であったが、秋の乗り放題パスでは有効期間が利用開始日を基準として連続した3日に変更され、飛び飛びの日に利用することや、1枚を複数人数で使用することはできなくなる。また、利用日を印字して発券するので、いつ使うかは購入する段階で決める必要がある。 従来の鉄道の引き年、JR 全線乗り放題切符と同様に、10月上旬の2週間程度の期間が利用期間となっている。2016年度からは、北海道新幹線開業に伴い、秋の乗り放題パス、北海道新幹線オプション券の発売が開始された。パスと併用することで、 北海道新幹線の奥津軽今別木古内館と道南浅利日鉄道の木古内五稜郭区間が一回ずつ利用できる。2016年度から2018年度の値段は秋の乗り放題パスが大人7710円小人3850円2018年の 発売期間は9月15日から10月19日、利用期間は10月6日から10月21日のうち連続する3日間。北海道新幹線オプション券は大人2300円、精人1150円。発売期間は9月16日から秋の乗り放題パスの利用期間最終日まで、利用期間は10月6日から最終日までの中の1日。2019年度は、 消費税が10%に変更されるのに伴い、秋の乗り放題パスが大人7,850円、小人3,920円、発売期間は10月1日から10月25日、利用期間は10月12日から10月27日の連続する3日間、北海道新幹線オプション券は大人2,490円、小人1,240円、 発売期間は10月1日から10月27日、利用期間は10月12日から10月27日までの中の1日となる。2020年度から秋の乗り放題パスのみの利用は自動改札機での使用が可能となった。ただし、秋の乗り放題パス、北海道新幹線オプション券を使用する場合は、これまで同利友人改札で両方の提示が必要となる。 2020年は、発売期間は9月12日から10月23日、利用期間は10月3日から10月25日の連続する3日間になり、利用期間が7日拡大された。JR 西日本では、全国版の鉄道の日記念、JR 全線の利放題切符とともに、自社線及び宮島連絡線に限定した鉄道の日、 記念 JR 西日本1日乗り放題切符も発売していた。前線乗り放題切符とは乗車エリア以外に以下に示す違いがある。2016年の発売期間は9月17日から10月23日まで、利用期間は10月8日から23日までであった。2017年以降は設定されていない。なお2017年のみ、新幹線や 特急の自由席も乗り放題となる JR 西日本30周年記念乗り放題切符が発売された。ありがとうございます。